2020明治安田生命 J2 リーグ第13節アルビレックス新潟対京都サンガ FC の試合をお伝えします。新潟のホーム天下ビッグスワンスタジアムです。今日の新潟市中央区、天気は晴れ、気温27度、湿度 46% というコンディションです。解説は新潟、栃木などで活躍されました本間勲さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では J2 リーグここまでの順位表です。首位の長崎、勝ち点は26、北九州は6連勝、2位につけています。アウェー京都は5勝4分け3敗、勝ち点19で6位につけています。ホーム新潟は4勝6分け2敗の勝ち点18で8位となっています。前節新潟に勝利した岡山が13位、前節京都に勝利した金沢が12位となります。今シーズンは J3 への降格はありません。上位2チーム自動昇格圏内を目指します。両チームとも前節は敗れました。両チームの勝ち点差はわずかに1、上位進出に向けて連敗はできませんね。そうですね、両チームとも前節は連戦の、疲れが出たようなゲームになりましたね。あと両チームとも昇格のためにはやはり連敗というのは避けたいところですね。前節新潟は岡山に0対1で敗れました。この試合どんな印象ありますか？選手同士の距離感がいい時と比べると少し遠かったように感じましたね。あとロメロ・フランクの負傷交代、本間シオンの出場停止の影響もあったように感じましたね。新潟はこれで2敗目、連敗は避けたいところです。そして京都は前節金沢に0対2で敗れました。この前節どんな印象をお持ちでしょうか？金沢のタイトな守備に、京都は苦しみましたね。ボールを動かしながら相手の隙を突いていきたかったと思うんですけれども、やはり連戦の影響もあって、ボールを引き出す動きというのが少し少なかったように感じましたね。上位に残るために勝ち点3が欲しいところです。では新潟のラインナップです。ゴールキーパー小島、ディフェンダー田上、マウロ、マイケル・ジェームズ、新井、ミッドフィルダー中島、ゴンサロ・ゴンザレス、秋山、本間、フォワードにシルビーノと渡辺新太が入ります。控えのメンバー、ゴールキーパー藤田、荻原、早川、堀米、島田、高木、ペドロ・マンジー、監督はアルベルト監督です。京都のラインナップです。スターティングメンバー、前節から9人が入れ替わっています。キーパーは若原、ディフェンダー安藤、浅田、上恵比寿、そしてミッドフィルダーに光月、川崎、黒木、中野、福岡、フォワードには宮吉と中川が入ります。サブのメンバー、清水、ヨリリバイス、庄司、ジュニーニョ、八千田、ピーター・ウタカ、野田、そして監督は実吉憲忠監督です。そして新潟の注目選手は秋山です。彼にどんなプレー期待しますか？彼が多くボールに触ってリズムを作りながら、それを前線のどの選手に配球していくのかというところを注目していきたいですね。ボランチでのプレーを予想しています。ではアルビレト監督のインタビューです。新潟と同じく京都も攻撃的なチームですが、今節はどんなサッカーを見せたいですか？Igual que Albirex, Kyoto también es un equipo ofensivo. Sí. Hoy, ¿qué plan tienes contra este equipo? Seguir en nuestra dinámica y estilo ofensivo. Esperando generar muchas ocasiones de gol. Intentando recuperar el balón lo más pronto posible.当然ながらボールを奪われた際には素早くボールを奪い返したいです。Estar compactos y fuertes defensivamente。守備、しっかりとコンパクトにしていきたいですし、守備の激しさ求めていきたいです。今日は先発に出場停止明けの本間選手が入っています。彼にどんなことを期待しますか？Hoy ha vuelto Sion después de un partido de suspensión. ¿Qué pides a este chico?Lo que hay que pedir a la gente que tiene talento es que sea valiente, que desarrolle el talento, que no sea cobarde, que haga jugar de uno contra uno y que desarrolle su talento. 彼が才能豊かな素晴らしい選手であることは誰もが認めているかと思います。そのような才能豊かな選手に対して私が求めるものは勇気を持って自分の才能をピッチの中で表現してほしいということです。ありがとうございました。ありがとうございました。
京都の注目選手は24番の川崎です。初出場となりますね。そうですね、中盤のアンカーの位置に入ることを予想したんですけれども、攻守両面でチームのためにプレーできる選手ですので、初出場ですけれどもやはり思い切ってプレーしてもらいたいと思いますね。では実吉憲忠監督のインタビューです。まずは新潟の印象を教えてください。そうですね、もう組織的でもあり、個人の力もありますし、攻撃のところも、ビルドアップのところもレベル高いですし、守備も堅いですし、本当隙のないチームだと思ってます。今季初めての中2日での試合となります。どんな準備をされてきましたか？しっかり回復するところと、あと、選抜がをだいぶ入れ替えたんですけど、もうフレッシュなと選手を入れました。はい、はい、その先発メンバー前節から9人変わっています。特に初出場となるウエービス選手や川崎選手を投入する狙いを教えてください。トレーニングで戦える姿勢を最近とレベル高く見せてくれてたので、その辺も何の迷いもなくこう使う、セーバーすることにしました。ありがとうございます。ありがとうございました。まずは新潟のアルベルト監督のインタビューですが、ゴールのチャンスを多く作りたいというような話がありましたが、はい、前節を結果踏まえた上で、どういった印象ありますかね？前節中盤の両サイドの選手の立ち位置というところで少し外に開いてボールを受けるシーンが多かったのかなと、もう少し中でボールを受けると選手の距離感も良くなって新潟らしく中央も狙いながらサイドを攻略していくという攻撃はできたのかなと思うんですけれども、その辺は今日もまた見ていきたいですね。そして新潟と京都の対戦は過去10試合で新潟4勝、京都3勝、そして3つの引き分けがあります。新潟は J2 リーグで京都に対して4試合連続で負けがありません。殿下ビッグサンスタジアムにはこのようにサポーターの姿があります。そして一方で京都のインタビューでは、監督のインタビューでは9人の選手を入れ替えたというような話がありました。はい、やはりこの連戦ですので、ね、選手の疲労なども考えての起用だと思いますし、あとはそのやはり普段のトレーニングから高いレベルで戦えているという、そういう選手がこのピッチ上で監督の期待に応えることができるのか、あとはこのもらったチャンスをしっかりと生かすことができるのか、そうすることによってやはりチーム力というのもどんどん上がっていくと思いますからね。今日入った選手もそうですし、他の選手にしても非常に重要な一戦になると思いますね。殿下ビッグスワンスタジアムでは選手の入場を待ちます。前回対戦は昨シーズンでした。新潟のホームで3対1で新潟が勝利しました。今選手が入場してきました。新潟が奪った得点はここまで19ゴール、リーグ3位の成績です。ただ前節は過密日程の疲れからか、華麗なパスサッカーは影を潜め、決定機を作り出すことができずに0対1で敗戦となりました。今シーズン目指してきたサッカーで勝利を飾ることができるか注目です。そして京都はアウェーの2連戦です。中2日でこの試合に臨みます。選手を入れ替えながら戦います。上位への生き残りをかけて両チームとも連敗はできません。選手が整列をしています。では予想フォーメーション、まずは新潟です。 4-4-2 を予想しました。どういった印象ありますか？今日で言いますと本間志音と中島の立ち位置のところ、少し中に入ってきてボールを受けるシーンと、外に開いて、受けるシーンあると思いますけれども、そこをうまく使いながら、秋山を中心にどれだけうまく使いながら空いたスペース両サイドバックが上がっていけるかというところが一つポイントだと思いますね。では今日の試合の審判団です。主審谷本亮、副審佐藤隆之、篠藤匠、第4の審判岡野貴弘。谷本亮主審は32歳の一級審判、この試合で6試合目の担当となります。今亮キャプテンがコイントスを進めています。では京都の予想フォーメーションです。3-3-2-2を予想しました。こちらには
9人の選手が入れ替わりましたが、どんな印象ありますか。はい、まずはこの注目選手に挙げた川崎のところ、まあ、彼がどのようなプレーを見せてくれるのか、攻守ともにどれだけ関われるのか、あとは両ワイドのところですね、黒木と光月のところ、まあ、彼らのその守備陣の立ち位置、少し下がって5枚にするのか、少し上げて後ろ3枚のまま戦うのか、その辺も少し見ていきたいと思いますね。京都は前節から9人の選手が入れ替わっています。そしてこちらが新潟のアルベルト監督です。就任1年目クラブ初のスペイン人監督です。コンパクトハイラインの攻撃スタイルでリーグ3位の19得点を挙げています。そしてこちらが京都実吉憲忠監督です。こちらも就任1年目コーチから監督に昇格しました。横にも縦にも揺さぶる攻撃的サッカーを展開します。この試合は9人の選手を入れ替えるという選択をしました。ここでコイントスが行われ、エンドの交代があるようです。ホームの新潟は右から左に攻めます。アウェーの京都、今日は白のユニフォームです。左から右に攻めます。両チームが今試合に向けて準備を進めています。新潟は攻撃的パスサッカーでリーグ3位の19得点です。前節は持ち味の攻撃的パスサッカーを見せることはできずに敗戦となりました。この過密日程の中でも自分たちのサッカーを取り戻し勝利を誓います。そしてアウェー京都、京都も前節敗れています。アウェー連戦、中2日の過密日程ではありますが連敗するわけにはいきません。上位への生き残りをかけてこちらも攻撃的サッカーで勝ち点3を狙います。両チームの選手が円陣を組んでいます。両チームとも若い選手がこのピッチ上に当たっています。京都の平均年齢が24歳、そしてホーム新潟の平均年齢が25歳です。ホーム新潟、今円陣が解かれました。今キックオフです。京都ボールで試合開始です。前線に長いボールを蹴っていきます。ボールを回収したのは新潟、こちらも前線にまずは蹴っていく。渡辺新太、前を向くドリブル仕掛け、倒されますがプレーオン、シルビンを倒れる。ここで笛がありました。まずは新潟フリーキックの大きなチャンスを得ます。このシーンです。まずここですね、うまく入れ替わってこういう後ろから倒されたんですけれども、ここまたシルビーニョが、ね、いい位置拾ってましたから、そこでも、まあ、ゴールに向かってプレーするとやはり怖い選手ですからね、少し後ろから足がかかってしまいましたかね。まずは新潟フリーキックのチャンスです。新潟にはフリーキッカーが何人も揃っています。ボールの元には今3人の選手がいます。本間、田上、そして中島の姿がありました。前半の立ち上がり、新潟大きなチャンスです。京都は入念に壁の位置を整えます。指示を送るのはゴールキーパー若原。再開後は清水に代わってゴールマウスを守っています。さあ新潟大きなチャンス、3人の選手誰が蹴るか。中島、本間、田上が構えています。ゴールまでの距離は27メートルです。本間シュート、わずかに枠を捉えることはできませんでした。まずは大きなチャンスでしたね。そうですね、まあ本間のイメージとしてはもう少し落としてという感じだったと思いますけど、まあ、距離的にも少し難しい距離だったのかなと。逆にもう少し距離あった方がボールは
落ちきりますからね、ちょっと近くて難しかったのかなという印象ですね。あの3人の選手があのボールの元に近寄るというのはキーパーにとっていかがでしょうか。やはりそれ誰が蹴ってくるかによって変わりますしね、3人ともその違う質のボール蹴れますから、ゴールキーパーとしてはやはり難しくなりますね。まずは10番の本間紫音がゴールを狙っていきました。京都がこの位置でボールを回します。ボール拾ってここは長くボールを蹴っていく。マウロ拾ったのは京都、中央へドリブル仕掛けていく。しかしここはボールを奪います。渡辺新太倒されますが笛はありません。厳しくいく田上、ボールは奪いませんでした。左サイドに展開。まずはこの立ち上がり中盤でのボールの奪いは激しいですね。そうですね、やはりそこでボール奪った方が有利に立つというのはありますからね、そこをしっかりと意識して試合の配慮入ってますね。渡辺新太が倒れています。今立ち上がりました。渡辺新太はチームトップの4ゴールを挙げています。チーム唯一の全試合に出場しています。高い位置で奪いました川崎、縦に送って小島までボールを下げます。跳ね返していく京都、ここは落ち着かせます。新井、マイケルジェームズ、再び新井です。この長いボール奪ったのは京都です。光月、光月はそのまま上がる。ここはボール奪われません。縦に送りますがここは新潟がボールを回収します。シルビーニョへというところでした。まあ、足元収まればというシーンでしたけれどもね、まあ、ここまで、ね、マイケル・ジェームズから何本かクリアではなくこの早い時間帯ですけれどもしっかりと足元にいろいろボール入ってますからね、まあ、いい狙いだと思いますね。ここは逆に京都がボールをキープします。ゴールキーパー若原まで使ってボールを回していきます。まあ、新潟も京都も同じようにボールを大切にするというようなチームですが、どちらもゴールキーパーを使ってボールを回していますね。そうですね、あとは両チームとも相手の良さを出させないためにこの早い時間帯はやはり前からしっかりとプレスをかけようという意図は見えますね。前半の立ち上がりからボールを回そうとする両チーム、そして激しくプレスをかけていっています。この位置で京都がボールを回します。ワンタッチでボールをつないでいきます。縦に送ってキーパー小島が出る。小島の対応です。小島いい対応ですね。守備範囲の広さを見せました。右サイドでボールを回します。京都左サイドに展開。浅田です。再び左サイド、スピードを一度落とします。攻撃を組み立て直します。ここはマウロの対応です。最後は14番の中川がボールを追っていきました。京都の方は一ついいシーン出ましたね。右サイドでボールを動かしながら逆サイドに持っていく、ピッチの幅を広く使って最後攻めていくというところを狙ってましたしね、ただ新潟の方はそこしっかり抑えましたよね。今のシーンは右サイドでボールを回していましたがゆっくりと左サイドにサイドを変えていきました。ここは逆に低い位置から新潟が攻撃を組み立てます。中島右サイドに展開、これはカットします。長いボールを蹴っていく。ワンタッチ、再び小島です。マイケル・ジェームズ、ターゲット渡辺新太ですがここは合いません。前を向きます秋山、この位置に本間紫音、左サイドに展開新井です。再び本間紫音、ワンタッチでボールをはたきます。秋山からゴンサロ・ゴンザレス、ゆっくりと右サイドに展開。新潟の秋山がボランチではなく
右サイドでしょうかね。秋山は右サイドでプレーをしています。中島がボランチで秋山が右サイドに入っているようですね。逆に京都のフォーメーションはいかがでしょうか。今ワントップには13番の宮吉走り出しました。走っていきます。今宮吉が裏へと抜けていきましたが、ワントップですかね。そうですね、宮吉が最前線という形でしょうかね。このシーンも宮吉がワントップ前に構えています。その宮吉が抜けるドリブル突破しようというところです。ボールを奪いました。京都はこの辺のセカンドボールへの反応早いですね。この時間京都がセカンドボールを回収しているというこの前半の立ち上がり、8分が過ぎました。ボールを落ち着かせてゴールキーパーも使ってボールを回します。浅田から縦に入りましたが、鏡から小島。京都はワントップツーシャドウという形でしょうかね。宮吉がワントップに入っています。そうですね、最前線その下のシャドウのところに、中野と中川が入っている形でしょうかね。ここは新潟ワンタッチファールがありました。京都の中盤の底はいかがでしょうか。まあ、川崎一枚を予想してましたけれども、川崎と福岡が入ってダブルボランチのような形ですね。前節までは10番の庄司がワンボランチを務めることが多かったのですが、この試合はダブルボランチを選択してきたようです。左サイド、ここは新潟のチャンス。荒井縦にクロス上げていく。シルビーニョがニアサイドでした。新潟が少し押し込んでいきました。逆にこちらは新潟、中盤の底にはゴンサロ・ゴンザレス、そして中島が入っています。ボランチ予想の秋山は右サイド、ここは逆に左サイド、新井です。その中島から右サイド、マウロ、高見です。縦に送っていきますが、ここは合いませんでした。縦に突破を試みますが、高見が対応します。左サイドには黒木が入っています。京都はボール奪いに行けないときは 5-4-1 のような形でしっかりとブロックを作って、そこから奪いに行く形ですね。5バック気味になるということですね。そうですね、ここは縦に送っていこうとしましたが、ブロックを引いていました京都。まあ、今パスは通りませんでしたけれども、新井のところでボールを受けた瞬間に光月でしょうかね、右のサイドの選手が出てきたので、その空いたスペース、3バックの横のスペースにシルビーニョが狙ってたんですけどね。あのような形で5枚ではなく3枚にしたその空いたスペースというのは新潟一つ狙いどころだと思いますね。5バック気味になる前の3バックの時に縦パス、一つチャンスになりそうですか。そうですね、奪った瞬間そこで早く攻めるというのも一つですし、動かしながら相手を少し引き出してわざと3バックにさせるような立ち位置でボールを受ける、特にサイドバックのところですね。ここは逆に京都チャンスになる。アーリークロスを入れていきましたが、ここが対応します。長いボールクリア不十分、京都が拾う。ワンタッチ、右サイドに展開しようというところでした。中盤プレスをかけますが、新潟がボールを回収します。この位置から落ち着いて回すのが新潟です。本間志音、ゆっくりと前を向きます。京都もこの位置からは無理にプレスをかけるということではないようですね。そうですね、まあ、約束事としてその試合の入りのところはしっかりとプレスに行こう、まあ、時間帯によって少しブロックを作るというのは始まる前からの決まりだったかもしれないですね。ゴールキーパーまでボールを下げます。小島からマウロ、マイケル・ジェームズです。ここ京都は5バック気味になって守備を引いています。
中盤で引き出した中島、京都はラインを少し押し上げる、新井、シルビーニョは外に開きますがそこには出ません。もう一度新井。京都は全体的にコンパクトですし、そのボールを奪いに行った瞬間、スイッチ入れた瞬間にしっかりと連動して奪いに行くというのはしっかりできてますね。この守備の奪うスイッチ、タイミングというのを決め事ありそうですね。まあ、特にサイドの選手ですよね。そこがプレスに行った瞬間に後ろもしっかりと連動していくというところは、ね、あのチームの決まり事としてありますね。そのサイド、シルビーニョへとボールを蹴っていきましたがここは合いませんでした。中央でボールを受けます。倒されますが笛はありません。32番の光月がボールを奪います。そして19番浅田へのパス、再び浅田、今度は京都が落ち着いてボールを回します。ワンタッチ、そのまま縦に抜けていきますが突破していきます。中野が仕掛けていきました。ボールを拾ったのはここも京都です。縦に送っていく、ワンタッチ、フリックした、右サイドが空いているがここには出ませんでした。まあ、いい縦パス入ってそこからのコンビネーションで、ね、前向けましたけどね、まあ、最後ラストパスのところ通ればというシーンでしたけどね。右サイドには32番の光月が構えていました。ここは逆に新潟ゆっくりとボールを回します。ファウルがありました。早いリスタート、渡辺新が走る、対応します。右サイド素早くプレスをかけていきました。本間紫音です。いいプレスですよね。今のも少し自由を与えない場合ではチャンスになりますからね。一回横も動かせ、横も展開。本間紫音は前々節山口戦でアシストを記録しましたが、後半開始早々に警告2枚で退場となってしまいました。出場停止明けの本間紫音です。まあ、彼はフレッシュな状態ですからね。まあ、最初から今のようにしっかりとプレスかけることができますよね。ここは前線からプレスをかけていきましたが渡辺新ファールになりました。31番の福岡が倒れています。まあ、ちょっと足の裏を見せながら行ってますからね、少し危険なプレーですね。福岡立ち上がりました。昨シーズンはルーキーながら J2 リーグで36試合に出場しました。2ゴールを挙げています。ここでスタッツ、ボール支配率とシュートが出ていますが、このスタッツを見てどんな印象はありますか。まあ、新潟の方が少しずつ保持できているのかなと。まあ、京都が試合の入りは前から来ましたけどね、少しブロックを作って、そこからボールを奪いに行くというシーンが多くなってきてますから、新潟はボールは保持できてますけれども少し持たされているという印象でしょうかね。新潟ボール支配率は 56% を記録していますが、まあ、京都も守備のブロックしっかりと引いていますもんね。そうですね、その宿だけではなくやっぱり奪いに行くところはしっかり奪いに行けてますからね。ここは逆に京都がボールをキープします。浅田から安藤です。右サイドに展開、光月へというところでした。ワントップの宮吉です。ここは逆に新潟がボールを落ち着かせます。シルビーニョが裏へ走り出しますがここはオフサイドポジションでした。まあ、こういったオフサイドにはなりましたが裏への抜け出し必要になりますかね。そうですね、新潟2トップですから1人は背後をやはり狙うこと、まあ、それによって京都の最終ライン下がりますからね。中盤のエリア、中盤のラインと最終ラインのスペースを広げるためにもやはり1人が背後を狙うという動きは必要ですよね。先ほどのシーンですとシルビーニョが裏へと抜け出していきました。ここもシルビーニョが裏を狙おうとしています。
新潟はゆっくりとボールを回す。小島までボールを下げます。マイケル・ジェームス、本間俊へというところですが、ここは通りません。小島が高い位置を取っています。このビルドアップに加わります。小島、さあそしてここはチャンスになる。しかしボールを奪ったのは京都です。ここは京都ボールのフリーキックになりそうです。31番の福岡がプレスをかけていきました。福岡と川崎が中盤の底でプレーをしています。25番のウェービス、縦に送っていく。ボールを落として左サイドに展開。黒木です。京都も縦パスを入れていきます。ワントップ宮吉、逆サイドに展開します。少し流れていきます。さらに開いたうちにこの光月仕掛けていく。本間志音ボールを奪います。まあ、奪われてしまいましたけれども、狙いとしては一つ出たシーンですよね。サイドチェンジのボール少し流れてしまいましたけど、あれがしっかりと足元につながるようですと、その次も展開早くなりますからね。京都サイドを幅広く使った攻撃を見せていきました。ここは逆に新潟、シルビーニョが倒されます。このシーンです。まあ、こ う, うまくボールを引き出して空いてるスペース分かってましたからね。そこにちょっとワンタッチでボールを流して自分が行こうというシーンでしたけどね。ここも新潟、長いボールは蹴らずに細かくつないでいきます。秋山、今日は右サイドでプレーしています。秋山がまたボランチ位置に戻ってますかね。この時間中央にいますか。そうですね、中央の位置、中島が前線に入ってますからね。少しまた立ち位置変えてるかもしれないですね。ここは繋がりませんでした。ここは逆に京都のチャンスになる。仕掛けていきます。中野が仕掛けていきました。ここはカードが出そうです。これはゴンサロ・ゴンザレスへのイエローカードです。ゴンサロ・ゴンザレスはこれで今シーズン4枚目となりますので、次節出場停止となります。まあ、ここでね、最後少し引っ張ってしまいましたからね。まあ、ゴンサロ・ゴンザレスは昨シーズンウルグアイで警告11枚という少し警告が目立つような選手です。まあ、彼のプレースタイルとしては仕方ない部分もあるのでしょうか。そうですね、まあ、激しくボールにアタックしますからね。やはりその日本のサッカー、レフリーの基準というところで少し、まあ、慣れてない部分はあると思いますね。ゴンサロ・ゴンザレス、去年はウルグアイ一部で30試合に出場しています。さあ、ここは京都のチャンスになります。守備の部分、新潟は長身の選手が揃っています。右サイドからのフリーキック、インスイングで蹴ります。キーパーに向かっていく。小島弾いていきます。こぼれたところ、クロスを上げていこうというところでした。シルビーニョが対応します。シルビーニョいい対応でしたね。高い位置で奪い返した。ここはオフサイドフラッグが上がっています。まあ、攻守の切り替え、両チームともいいものありましたね。そうですね、早いですね今。ここも新潟、この位置から細かくパスをつないでいきます。ゴンサロ・ゴンザレス、再びゴンサロ・ゴンザレスです。京都は守備のブロックを引いています。秋山持ち出して縦に送っていく。渡辺新、ワンタッチ、田上、
パスを出してワンタッチ渡辺新太、その中に侵入していきますが、これはファールがありました。最後ファールにはなりましたけどね、秋山中盤でいいプレーでしたね。秋山ボールを持って一つ持ち上がりましたが、こういう動きはこの5バックに対して必要になりそうですか。そうですね、まあ、この前のシーンですけれども、まあ、ここは少しね渡辺新太が引っ張ってしまったというところですけれども、まあ、中盤のエリアでボールを受けて、まあ、プレッシャーありますけどそこで前向くことによって、京都のディフェンスはやはり前向かれるとボール保持者に対してプレッシャーかけてきますから、そうすると他のスペースが空く、うまくそこを使って、ペナルティエリアまで侵入しましたけれどもね、あのようなシーンが出てくると京都の方としてもなかなかこう守備をするのは難しくなる。やはりそれをずるずる下がってしまうとボール奪いに行けませんから、どこかで奪いに行く、その瞬間に空いている選手をしっかりと見つけてパスを配球する、秋山のいいプレー出ましたね。試合開始後は右サイドでプレーをしていました秋山ですが、先ほどの時間は中央でプレーをするようになりました。そして選手が今飲水タイムで水を飲んでいます。今日の新潟市中央区、気温はこの時間27度です。いや、この暑さの中でやはりこの連戦というのは選手たちきつい部分はありますよね。そうですね、やはりこの暑さですからね、きついですけど、まあ、京都の方はフレッシュな、選手を入れてきてますから、まあ、ここまでボールは保持されてますけれども、まあ、チャンスも作らせてないですし、まあ、しっかりと我慢しながら、守備の時間は長いですけどね、プレーできているのかなと。あとはその奪ったボールをどれだけ後ろの選手も前に出ていけるか、やはり厚みのある攻撃は必要だと思いますからね、そこでの運動量は必要になると思いますね。中2日でこの新潟との戦いに臨む京都は9人の選手を入れ替えています。一方新潟、前節はやはり疲れが見えましたが、ここまでの戦いいかがでしょうか。まあ、ボールをつなぎながら一本ね最後のシーンで惜しいところを作りましたけれども、あのような形の距離感、選手同士の距離感が遠くならないようにプレーできると良さ出ていくのかなと。あとはそれで中に集結させておいて、サイド、まあ、特に本間仕様のところですね、彼がサイドで一対一を仕掛けられるようなシーンを作れるとチャンスはもっともっと作れるのかなと思いますね。本間シオン、今日は左サイドに入っていますが、まだここまでは持ち味のドリブルは見せることは、そうですね、なかなかこう高い位置で、ね、ボール受けて仕掛けていくというシーンは作れてないですからね。さあ、ここは京都ボールのフリーキックになります。5番の黒木がボールを入れます。長いボールを蹴っていきます。右サイド光月、再び右サイドです。追い越していきますが、ここは一度ボールを下げます。16番の安藤、右サイドに展開。秋山プレスをかけてボールを奪いました。ゴンサロ・ゴンザレス、ワンタッチ、しかしここは通りませんでした。スピードを上げた攻撃見せようとはしましたね、新潟。そうですね、しっかりと縦に足元を入れて、そこからもう一つつながればというシーンだったんですけどね、黒木でしょうかね、プレスバックしてきて、まあ、サイドの選手ですけども絞ってきていいプレーでしたね。守備ブロックが整う前に仕掛けていこうというところでしたが、黒木がいいプレスバックを見せました。ここは急ぎません、新潟。ゴールキーパー小島も使ってビルドアップします。京都も無理にプレスはかけません。この小島がビルドアップに加わることができるというのも少しやっぱり大きいですよね。そうですね、ボランチの選手があそこに落ちなくていいですからね、高い位置取れますから、その分前線に人数かけれますからね。まあ、新潟の序盤の戦いというのは、今ボールを持ったこのゴンサロ・ゴンザレスがかなり低い位置を取るというのがありましたが、はい、これ小島のこの、復帰というのも影響ありそうですか。まあ、今のシーンはゴンサロ・ゴンザレス下がってますけどね、まあ、小島もその高い位置プレーできますからね、足元をしっかりしてますからね。ゴンサロ・ゴンザレスがこの
中盤でのボールを奪うという自分の特色を生かせるようになったこの新潟です。ここは高い位置からプレスをかけてシルビーノ倒れますが、ここはアドバンテージを見ます。中島左足シュート、高い位置からプレスかけてボール奪いましたね。そうですね、パスで奪って最後中島の良さ出ましたよね。新潟コーナーキックのチャンスになります。ここ自らね1対1仕掛けて、まあ右も左もしっかりとねいいシュート蹴れますからね。その中島がボールを入れます。マイケル・ジェームズが185センチ中央にいます。それでヘディング、わずかに合いませんでした。選手が倒れていますがファウルはありません。渡辺新太侵入していく、ボールを戻します。新井、渡辺新太仕掛けてクロスを入れていこうというところでした。新潟逆サイドからのコーナーキックになります。京都はここ3試合で7失点、そしてセットプレーからは失点3を喫しています。まあ、ここまでしっかりと守れてますからね、このセットプレーの守備というのは京都一つ大事な部分になりますね。再び中島からヘディングを押し返していきます。新潟がボールをキープ、新井、ここは長いボールを蹴っていきます。小島がボールを拾う、スピードを落としてここはゆっくりとビルドアップしていきます。新潟は両サイドの選手広くポジションを取っていますね。そうですね、田上、新井のところは高い位置取れてますね。ただそこになかなかいいボールは入れさせないですよね、京都の方も。まあ、このようにプレッシャーかかりますからね、前に出せずに後ろに下げるシーンは多いですね。ゴールキーパー小島までボールを下げました。田上、新井はサイドに張った位置ですが、今のところいいボールはまだ供給されていません。新井に入りました。ボールを下げます。シュート本数が出ていますが、新潟が2本、京都はまだシュートを打っていないんですね。そうですね、まあ、最後のラストパスが通ればというシーンはありますけどね。ここは中川が仕掛けていきました。右サイドに展開します。この時間は京都がボールをキープ、縦に送って前を向く、コーナーキックになります。最後は中川がボールをキープしました。前にボール入りましたからね、思い切って仕掛けてもよかったと思うんですけどね。京都はコーナーキックのチャンスになります。ここ一つ集中が必要ですね。そうですね、まあ、両チームともその守備の意識高いですし、しっかりと、全員で守ることできてますから、一つこのセットプレーというのは鍵になると思いますね。31番福岡がボールを入れます。小島キャッチできない、クリアします。京都がボールを落ち着かせます。若原、ここは長いボールを蹴っていく。新井の対応、マイケル・ジェームス、小島です。長いボール渡辺新太へというところ、
この時間ボールを回収し続けているのは京都です。ゆっくりと逆サイドに展開します。上エビスから右サイド、再び上エビス、シルビーニョがプレスをかけていきました。新潟も同じように新潟は 4-4-2 のブロックを作って、奪いに行けないときはしっかりとまずは整える、そこから今一つのバックパスチャンスだと思ってシルビーニョがプレッシャーかけたのをスイッチにして全体がねしっかりと押し上げてプレスに来ましたね。新潟はフォーメーション 4-4-2 をこの試合採用しています。ここプレスをかけて本間シオンチャンスになる。本間シオンパスを出して渡辺新太、高い位置で奪って大きなチャンスになりましたね。そうですね、チャンスでしたけどね、少しコントロール大きくなりましたかね。こうミスになって渡辺新太がプレスをかけていきました。新潟が高い位置からプレスをかけます。うまく引っ掛けて、まあ、シュートの選択肢もあったと思いますけどね、より確実に渡辺新太にというシーンでしたけど、少しコントロール長くなりましたね。本間シオンのドリブルから渡辺新太が狙っていきました。田上です、長い助走を取っています。マイケルはファーサイド弾いていく、押し返してルーズボールです。拾ったのは京都、右サイドに展開、中央が空いています。カウンター縦に出しますが、ここはつながりませんでした。カウンターで大きなチャンスではありましたね。中川としてはもう一つ前に、自分の前のスペースが欲しかったと思うんですけれどもね、少しそのラストパスのところが思ったところに来なくて少し攻撃が遅れましたよね。まあ、ただこれは一つの狙いでしょうね、しっかりと奪って早く攻める、後ろの押し上げもありましたし、まあ、いい攻撃、あと一歩というシーンでしたね。ここは長いボールを蹴ってきます。まあ、新潟のアルベルト監督が話していたんですが、京都はカウンターとそしてパスサッカーのバランスがいいと、そういった印象があると話していました。今のシーンもつなぐだけではなく、しっかりと相手の状況を見て早く攻めた方が有利だというところでしっかりと早く攻めれてますからね、まあ、それは誰が出てもしっかりとやれるというふうに普段から鍛えられているというシーンですよね。前節からメンバー9人の変更がありましたが、このメンバーでもそのサッカーを徹底しているというのが阿部の京都です。一方で新潟もメンバーを入れ替えながらこのパスサッカーを続けています。まあ、前節はそのパスサッカーできなかった印象ありますが、この試合はいかがでしょうか。まあ、ボールは持ててますけどね、なかなかその動かしながら、京都が嫌なところ、やはり最終ラインの背後でしたりペナルティーエリア付近のところにはなかなかボール運べてないですよね。ボール保持率は高い新潟ですが、危険な場所へとはパスを出すことは、まあ、今のは縦パスをしっかりと京都のディフェンスライン狙ってますからね、あそこで自由にプレーさせてないですからね、なかなか新潟の方も前に行けてないですよね。厳しくプレスをかけて新潟ボール、縦に送ってここはつながりませんでした。この位置からいいプレスをかけていきました新井です。素早いリスタート、コーナーキックのチャンスになります。10番の本間シオンです。新潟コーナーキックのチャンスです。新潟はここまで19ゴール、そしてセットプレーから9得点を奪っています。約半数がセットプレー。ここはショートコーナー中島から本間シオン仕掛けることができます。オフサイドポジションでした。このコーナーキックから仕掛けるというのはこの特徴ありますね。そうですね、まあ、本間翔もそうですし中島もあそこで仕掛けることできますからね。今ちょっとパスを選択してオフサイドになりましたけれども、
中へのコースありましたから、ね、一つ自分で持ち出して思い切ってシュートもしくはクロスという選択もあったのかなとは思いますけどね。前々節では本間志音が仕掛け、最後はラストパス、そしてマウルがゴールを挙げました。京都ここは長いボールを蹴っていきます。高い位置でボールを奪った、ゴール前宮吉が仕掛けていく、小島長いボールを蹴っていきます。弾き返していきます。強度ボールの添いになります。左サイドから攻撃を組み立てる京都、黒木がボールを入れます。コーナーキックになります。京都コーナーキックのチャンス、19番の浅田が上がります。身長186センチ、これ一つ武器ですよね。京都の方はゴール中央に構えます。選手が密集する京都、ヘディングこぼれて合わせることはできませんでした。切り込んでクロス上げてヘディングを押し返していく、再びコーナーキックになります。京都がセットプレーを中心にこの時間押し込んでいます。19番の浅田、186センチはゴール中央にいます。マークをつくのが新井です。福岡が右足でボールを入れます。ファーサイドへ流れて、ここに選手はいませんでした。コーナーキックボールを入れたのはこの福岡です。少しストレートのボールで狙いましたけど、ちょっと思った通りのキックができなかったですね。縦に送ってシルビーニョ、ボールを奪い返そうというところですが、京都ボール仕掛けてドリブル突破、この位置からシュート、小島セーブ、こぼれてシュート、京都先制点。前半の41分、中野がゴールを奪いました。遠めの位置から狙ってこぼれたところ、中野が狙っていましたね。そうですね、反応早かったですよね。このシーンです。まずここでボールを奪って、まあ、これ粘ってうまく拾って、まあ、こううまくかわしましたよね。あとこう思い切りのいいシュートのこぼれ球の反応、まあ、中野が一番早かったというところですよね。まあ、シュートもね、抑えの効いたいいシュートですし、まあ、こう前向けたらね、やはりこれだけスペースあったらやっぱり枠に飛べます、飛ばしますよね、シュートは。新潟としてはここの守備もう一歩寄せたいところだったと思いますけれどもね。京都が先制点を奪いました。先制点を奪ったのはこの29番中野です。昨シーズンは開幕スタメンで J デビューを飾りました。この新潟が相手でした。反撃に出る新潟、ここは縦にボールを送っていくシルビーニョ、ボール拾って中島、右サイド高見です。ワンタッチでパスをつなぐ、左サイド新井、逆サイド高見ですが、ここは縦に送っていく渡辺新太、ボールを収めて新井です。
新潟ボールのスローインになります。新井、渡辺新太、この位置です。秋山から再び秋山、ワンタッチ、ゴンサロ・ゴンザレス、ゆっくりとサイドを変えます。マウロ、京都は守備のブロックが整っています。本間シオンが前を向く、仕掛ける、新井、クロスを上げてシルビーニョ、ヘディング、ジャストミートしませんでした。しかし本間シオン、ここはファウルがありました。まあ、一ついいシーン出ましたけどね、ボールを細かく動かしながら、最終ライン、まあ、背後を取るまでいかなかったですけれども、サイドのところで少し時間を作って、新井のクロスからシルビーニョというシーンですね。左サイドから攻撃を組み立てていきました。最後合わせたのがシルビーニョ、チームトップのシュート数22本を放っています。自分から受けるよね、自分から。京都、ここは長いボールを蹴っていきます。そのまま流しました。新潟ボールのゴールキックになります。1点を追いかける新潟、ボール保持率は高く維持していますが、どういったところを追いつくために必要になりそうですか。まあ、先ほどのチャンスも本間シオンの子で剥がして前を向いたシーンから、京都の最終ラインのところまでボールを運べた、まあ、その、まあ、少し前になりますけれども、秋山が中盤のエリアで前を向いて相手を剥がした、ちょっとその子のところで剥がすことができると大きく状況は変わっているのかなと思いますね。ここは素早い攻撃で京都が攻撃を見せようというところでした。ここはホーム新潟がボールを回します。まあ、京都としては先制してからもこのようにいい守備のブロック敷いていますね。そうですね、まあ、やり方変わらないですよね。この位置でボールを回しますが、危険な位置へとパスは出すことはできていません。縦に出してここはつながりません。逆に京都が前へと持ち上がります。宮吉ワンタッチ、ドリブル仕掛けていく、宮吉へ、ここは逆サイドへ小島が出ます。まあ、惜しいシーンですね。京都、京都の狙いですよね。これはもう1点取りましたし、しっかりとした守備をしてから前に出ていく。まあ、新潟の方はその奪われた後の切り替えというのは少し遅いですよね。そして前半は45分が過ぎました。アディショナルタイムは2分です。シルビーニョ右サイドへ、田上ワンタッチ、ゴンサロ・ゴンザレス、本間シオン仕掛けます。中島、縦に送って渡辺新太へというところですが、ゴールキックになります。渡辺新太はこういった動きは繰り返し必要にはなりそうですか。まあ、そうですね、中盤の選手、今中島ですけれども、京都の最終ラインと中盤の間で前を向けた時には必ず背後を狙うというのは必要ですよね。守備ブロックを引くその間を抜けていこうというところでした。長いボール弾いていきます。京都がボールを拾ってヒールで出して裏に 出そうというところでした。マイケル・ジェームズ、ゴンサロ・ゴンザレスが低い位置になっています。左サイド、新井、マイケル・ジェームズから間で受けたのは本間シオンです。
ここで前半終了です。新潟と京都の一戦は0対1で京都がリードしています。本間さん、この前半いかがでしたか。京都の方がやりたいサッカー、このゲームに向けて準備してきたことは出した前半だったのかなと思いますね。前から奪いに行くときは奪いに行く、それができないときにはしっかりと 5-4-1 のブロックを作って奪って早く攻める、得点も取れましたし、その後も2本、あと1本というシーン作ってますからね。京都の方は狙い通りですね。京都中野のゴールで先制しています。2020明治安田生命 J2 リーグ第13節アルビレックス新潟対京都サンガ FC の一戦は0対1。この試合は電化ビッグスワンスタジアムからお送りしています。ここで J リーグからのお知らせです。 J リーグ公式アプリクラブ J リーグでリモートチェックインができるようになりました。この後紹介する試合スタッツに表示される QR コードを読み取るか、プロモーションコードを入力するとメダルをゲットできます。メダルを集めると限定キャンペーンにも参加できますので、クラブ J リーグをぜひダウンロードしてみてください。 J リーグからのお知らせでした。それでは両チームの前半のスタッツです。新潟がシュート3本、京都は2本、ただリードしているのは京都です。そうですね、両チームともなかなかシュートまではいけなかった前半ですね。京都は先制しましたけれども、そこまでもなかなかこう相手の最終ラインを崩すようなシーンはなかなかなかったですからね。両チームとの守備の意識というのは高かったと思いますけれども、その中で、ミドルシュートから京都が、1点を奪ったという前半ですね。シュートのうち枠内シュートが新潟2本、京都も2本です。ボール支配率は新潟が 57%、 そして京都は 43% という数字が出ています。平均ポジションです。これは11番渡辺新が高い位置を取っているというのが出ています。この印象いかがでしょうか。
まあ、渡辺新太が最終ラインとの駆け引きを常にしていたということだと思いますし、あとは、本間志音、中島、秋山、あとはシリビーニョですかね、まあ、その4人があのポジションチェンジを繰り返しながらボールを受けて、なんとかこの状況を、ね、変えようという狙いはあったと思うんですけど、なかなかその効果的に、攻めれるシーンというのは少なかったですね。そして京都です。京都は左サイド中央にやや選手が集中しているような印象ありますか？そうですね、少し左サイド、まあ、ただその中でボールを動かしながら右サイドにボールを運んで、そこからチャンスを作る、あとは背後を狙うというシーンもありましたからね。京都の方が狙いは出せた前半だったと思いますね。ではプレイエリア支配率です。支配率は新潟が 57%、 京都が 43% でしたが、まあ、リードしているのは京都なんですよね。そうですね、まあ、前半の入りのところは京都も前からボール奪いに行きましたけれども、少し落ち着いてからは、5-4-1 のブロックを作って少し引いたところから、プレスに行くというシーンが多くなりましたね。まあ、新潟は 57% ありますけれども、やはり最終ラインでボールを持つ時間は長かったと思いますね。アタッキングサイドです。新潟は左サイド 64% という数字が出ています。まあ、新井と本間志音のところですね、左サイドでボールを動かしながら、そこから右サイドにうまく展開できればよかったと思うんですけど、なかなかそのシーンはなかったので、左サイドでボールを動かして、チャンスを伺うというシーンは多かったですね。アタッキングサイド京都です。京都は逆に右サイドということですか？そうですね、左で奪っても右サイドに持ってくる、あとは右サイドでボールを動かしながら左サイドにもという、まあ、右サイドが起点になる時間は多かったと思いますね。右サイドから大きなチャンスを作ったのが京都です。スタッツランキング両チームのパスの本数です。新潟守備のディフェンダーの選手が多いような数字が出ています。まあ、そうですね、その最終ラインで、動かしながら前線の出しどころを探すという時間は長かったと思いますし、ただその中でなかなかこういいボールを前線に配球するということはできませんでしたね、前半は。では前半のハイライトです。まずは前半の2分、フリーキック、本間のチャンスです。これは一つゲームの入りでチャンスでしたけどね、少しボールが落ちきりませんでしたね。前半の34分です。もうこれうまく前線からプレスをかけて奪ったボールを繋いであと一歩というシーンだったんですけどね、このコントロールですね、少し長くなりましたね。そして京都のゴールシーンです。まあ、これ川崎でしょうかね、粘ってボールを奪って、これ前向いてここうまくかわしましたよね。この低い弾道のミドルシュート、あとは中野がしっかり詰めてこぼれ球を決めたというシーンですね。中野の先制ゴールとなりました。今シーズン初ゴールです。では今日の試合注目の選手2人を比較します。新潟は秋山、そして京都は川崎です。ヒートマップ見ますと、秋山は中央が赤く染まっていまして、川崎は右サイド前線の方が赤く染まっていますね。そうですね、秋山は幅広く動いてボールを受けてさばいてというシーンはたくさんありましたけれども、やはりこれをもう少し高い位置でできるようになると、より新潟の攻撃も怖さ増すのかなと。川崎の方はそこをしっかりと抑えて、まあ、守備時のそのポジショニングで、中央を通させないというシーンをこの45分間は続けてたと思いますね。明治安田生命 J2 リーグ第13節アルビレックス新潟対京都サンガ FC の一戦は0-1。この試合は電化ビッグスワンスタジアムよりお送りしています。
まあ、この試合に向けて準備してきたことをしっかりと出した前半だったと思いますね。まあ、その奪った後の前線への飛び出しというのもしっかりできてたと思いますし、あと守備のところも奪いに行くところ、前線がスイッチ入れた瞬間に後ろの選手もしっかりと連動してボールを奪いに行く、それをしっかりと続けることができた45分だったと思いますね。前節から9人の選手を入れ替えながら1点リードで試合を折り返しています。京都は中2日でこの新潟との一戦を迎えています。金沢戦が前節でしたが、アウェー連戦、金沢から一度京都に戻ってリフレッシュしてからこの新潟に戻ってきました。そしてホーム新潟の選手も戻ってきます。新潟は島田の姿が映りました。選手の交代があります。そして荻原の姿も映りました。新潟このハーフタイムに2枚替えです。20番の島田、そして新加入の荻原が入ります。荻原は田上との交代、そして島田はゴンサロ・ゴンザレスとの交代でこのピッチに入ります。島田は前節フル出場でした。セットプレーにも大きな持ち味があります。そして荻原は新加入、前節負傷のロベロ・フランクに代わって初出場を果たしました。今月12日に浦和からの期限付き移籍での加入が発表されました。新潟の選手が円陣を送ります。今後半のキックオフです。エンド変わって左から右に攻めるのがオレンジの新潟、右から左に攻めるのが白の京都です。新潟は荻原が左に入って新井が右に来ましたね。新加入の荻原は左サイドにポジションを取っています。島田はそのままボランチの位置ですかね。島田がボールをはたきました。ワンタッチ、秋山、新井が走り出せますが、ここはシルビーニョへ。中盤ボールを奪ったのは京都、黒木です。新潟ボールの総員になります。新潟ここはゆっくりとボールを回していきます。新加入の荻原、まあ、荻原をどれだけ高い位置でプレーさせることができるかというのも一つポイントになると思いますね。やはり攻撃に特徴ある選手ですからね。荻原は1年目から浦和ではリーグ戦8試合に出場しています。この位置に島田、そして代わって入った荻原とパスを交換しました。パスの出どころ、出しどころを探します。新潟本間シオン、前を向いてマイケル・ジェームズまでボールを下げます。中島前を向く、右サイドにポジションを移した新井、ドリブル突破、新井仕掛ける、シルビーニョが前線に入っています。厳しくいきました。ここはファールがあります。京都ボールのフリーキックになります。新潟高い位置までいけましたけれども、そこからなかなかね、京都の方は人数揃ってましたし崩すことできませんでしたね。あとその後の奪われた瞬間の切り替え、少しいい時に比べると遅いのかなという印象ありますね。連戦の疲れなのか。
ここは京都いい位置でボールを奪った。ドリブル仕掛けていく右サイドに展開、クロス上げてフリーになっている、シュート、大きくスペースが空きました。最後は宮吉、このシーンです。クロスをマイナス、マイケル・ジェームスよく当てましたね。宮吉も難しいバウンドだったんですけどね、うまく抑えてゴールの方に飛ばしましたけれども、惜しかったですね。ここはコーナーキックのチャンス、京都です。低いボールを選択、こぼれて再びクロスを上げてヘディング合わせていこうというところ、こぼれてシュートダイレクト、こぼれ球振り抜いていきました。32番の光月です。いや、うまく合わせましたね今ね。こぼれ球うまくバウンド合わせ、ショートバウンドで吹かさないように、これ枠いってたんじゃないでしょうかね。触ったのは荻原でしょうかね。荻原がブロックしていきました。京都はチャンスが続きます。キッカーは黒木、行こう行こう、低いボール、そらして逆サイド、合いませんでした。ここも京都ボールのスローインになります。光月がスローイン入れます。中川前を向く、巧みなボールコントロール、ここはゴールラインを割りました。うまくまた抜いたんですけどね、惜しかったですね。京都が高い位置でボールを奪った、ターンしようというところ、ここは笛はありません。変わって入った荻原、縦に送っていく、厳しくいきます。ボールノーファールで奪った京都、川崎がボールを奪って持ち上がる、仕掛けていく、川崎いいカットでしたね。前半も得点につながったシーンも彼のボールダッシュからですからね。ここは逆に新潟中島が持ち上がります。本間シオン1人かわしていく、ループでパスを出して渡辺新太、トラップしてシュート、追いついた新潟、渡辺新太、後半51分のゴールです。本間シオンからいいパス出て、最後渡辺新太落ち着いて決めましたね。いや、本間シオンうまかったですね今このシーンです。うまく相手を剥がしてドリブルしながらこのループパス、渡辺新太のコントロールも素晴らしかったですしね、まあ、このパスでしょうね。またゴールキーパーを見て冷静に渡辺新太決めましたね。まあ、この前半からずっと続けているその最終ラインの背後を狙うというところが実った得点シーンですね。新潟後半の早い時間に追いつきました。試合を1対1とします。試合が再開されています。ここはプレスをかけていきますが、京都長いボールを蹴っていく、ボールを奪って中盤でのボールの奪い合いです。左サイドに展開、新井、秋山右サイド、追いついた新潟がボールをキープします。ここはゆっくりとボールを回して、代わって入った荻原、縦に出す、本間シオンを走らせようというところでした。荻原としてはもっと高いポジションを取りたいというところですか。そうですね、ただ今の位置でボールを受けて、相手は誰ですかね、光月ですかね、光月をうまく引き出して、その空いたスペースを本間シオンに使わせるという狙いがあったと思いますからね。
こは厳しくいきました。このシーンです。少し足に当たってしまいましたかね。この右サイド光月に対してマイケル・ジェームズが厳しくプレスをかけていきました。縦に送っていく左サイド中川仕掛けていく小島がボールを落ち着かせます。新井のいいカバーでしたね。新井はポジションを右サイドに移してプレーをしています。7試合連続でフル出場を続けています。追いついた新潟縦を伺っていく渡辺新太左サイド荻原仕掛ける縦に突破クロスを上げて低いボールこぼれた本間志音。もう一つ彼の良さ出ましたね。あそこでやはり1対1の勝負ができますからね。荻原が高い位置で仕掛けていきました。右サイド新井シルビーニョが中を伺います。縦に送って渡辺新太シルビーニョここは合いませんでした。まあ、徐々にこの後半京都の最終ラインと中盤の間でボールを受けるシーンは多くなってきましたね。中島がオーバーラップワンタッチ渡辺新太ボールを下げて荻原クロスを下げてシルビーニョへこぼれて本間志音ボールをキープマウロ一旦落ち着かせます。マイケル・ジェームズから代わって入った島田左サイドこちらも代わって入った荻原ここはボールを失ってしまいます。ただすぐにボールを奪い返したのが新潟。もちろん守備でも効いてますね。裏に抜けていく渡辺新太トラップしてクロス上げていくここはゴールラインを割っていました。渡辺新太ゴールがありましたがこの動き繰り返していますね。そうですね。マイケル・ジェームズもよく見てましたね。ここはわずかにゴールラインを割りました。京都は徹底してこの位置からビルドアップそして空いた長いボールを蹴っていきますがここは新潟弾いていきます。囲みます。しかしここでファールをもらいました。福岡ゴールがあった中野そして右サイドに展開します。ゆっくりとボールを回します。ウェービス縦に出してボール失いません。荻原が対応しました。光月がボールを入れます。体を張りました荻原。ここは京都ボールのスローインになります。ここは体を入れて荻原マイボールにしました。新潟ボールのゴールキックになります。荻原はこの左サイドで攻守にわたって体の張ったりと動き見せていますね。そうですね。守備の1対1でもしっかりと対応できてますね。新潟もこの位置からビルドアップです。マイケル・ジェームズからワンタッチでテンポよくボールを回していきます。そしてゆっくりと逆サイドに展開新井縦に出して渡辺新太笛はありません。
ヒールで落として黒木から縦に送ってここはマウロが対応します。まあ、狙いとしては面白かったですけどね、まあ、利き足ではない右足でしたからね、少しボールが弱くなってしまいましたけれども、あれ通るとチャンスになりましたね。宮吉がディフェンスラインの裏を狙っていきました。低いボールを入れてシルビーニョへというところです。京都も同じようにこの位置からパスを回します。シルビーニョプレスをかけていく。ウェービスタッチライン終わりました。前線からの守備効いてますね。京都に自由につながせないですからね。前線からの守備でミスを誘いました。そして新潟、ここはゆっくりとボールを回します。追いつかれた京都ですが、ここは守備ブロックきれいに引いていますね。そうですね、ブロックを敷いているのは変わらないんですけれども、新潟の前線の選手ですね、今後ろを狙いましたけれども、背後を狙う選手、まあ、それに最終ラインが下がった瞬間に足元にボールが入っているので、ちょっとそこのギャップを使われているようなシーンは前半に比べると増えてきましたね。渡辺新太、シルビーニョと裏を狙っていく動きが増えています。そしてボールを拾ったのが新潟、渡辺新太、仕掛けてワンタッチ、大間志音へ、ここは通りませんでした。拾ったのは新潟です。中島、体を張るがここは奪われます。高い位置からプレスをかけていく。ボールを奪いました。ノーファール。本間志音、シルビーニョへ、左サイド荻原が空いています。本間志音はスピードを落として右サイドを使う。再び新井です。新潟がボールを落ち着かせています。ディフェンスラインでボールを回します。右サイド新井、仕掛けてシルビーニョが呼ぶが、ここにはパスは出ませんでした。確かにその裏を狙う動きというのは先ほどから増えていますね。そうですね、その裏を狙う選手と足元もらいに来る選手、その辺のバランスが前半に比べて良くなりましたね。あと両サイドバックが起点になってボールを持てるようになりましたね。前半は、あれが左にいましたけれども、なかなか右のね、高見のところでボール受けれませんでしたからね。ここもボールを回収したのは新潟、中島からシルビーニョへというところでした。今日はなかなかこの奪ったボールをうまくカウンターに持っていけなくなってますよね。まあ、新潟のその切り替えが早くなったので、そこでボールをまた奪われてしまうシーンというのは少し多いですね。島田から、ここ新井です。マウロから島田はこの最終ディフェンスラインの一番後ろの場所でボールを回しています。ここはワンツーで抜けていく。新井切り返して渡辺新太が呼ぶ。中島、シルビーの中央ファーサイドへ、これ流れていきますが、この位置に本間志音です。本間志音が逆サイド仕掛けます。フェイクを入れながら一度ボールを下げて荻原、再び本間志音、この位置で落ち着かせます。一度ボールを戻してやり直し、逆サイドにゆっくりと展開します。再び左サイド、コンパクトに高い位置を取っています。新潟、本間志音仕掛ける、クロスを上げて逆サイド、渡辺新太へというところです。荻原からのボールでした。新潟は間延びせず、よくコンパクトにこう押し込んでいる印象ありますね。そうですね、ボールの持っている位置、最終ラインのボールを持っている位置が前半は自陣のエリアでしたけれども、後半相手陣地に押し込んでボールを動かすことができてますからね。まあ、京都としてはなかなか今この後半ここまで取りどころがないという時間が続いていると思いますね。まあ、先ほど支配率 59% というのを出ましたけど、前半のその支配率の高さと後半の支配率の高さというのは、こういう違った印象はありますか？
そして新潟は自分たちでしっかりとボールを保持してやりたいこと、高い位置ボールを持って動かしながら最終ライン、まあ、得点シーンもそうですけれども最終ライン、あとは両サイドうまく使えている印象ですね。ここも自信を持って回すのが新潟です。一方京都も守備ブロックは敷いています。左サイド荻原、どのタイミングでスイッチを入れるかというところですね。ここはシルビーニョ、こういったパスになりそうですか。そうですね、今のうまく対応されましたけれども、あれを狙い続けることと、あとはその動きに連動して2列目の選手もついていくことは必要ですよね。この位置でボールを回収したのは新潟です。本間紫音、京都がここまでそのセカンドボールを拾うんですけれども、そこからもう一本パスつなぐことができない時間帯続いてますね。この時間は追いついた新潟がボールを支配しています。マイケル・ジェームズ、再びマイケル・ジェームズからスルーをして本間紫音、ここはボールを奪います。川崎、右サイドに展開。今のように一つ最初のプレスをかわすことができると高い位置までボールを運べますけどね。前半に比べるとそのスピード感というのは少し京都の方は落ちているかなと思いますね。ここでファウルがありました。光月が右サイドにポジションを取っています。京都ボールのフリーキックになります。19番のディフェンダー浅田も前線へと上がります。186センチです。今シーズンから京都に復帰しました。2試合連続でスタメンを飾っています。右サイド京都のチャンスです。黒木が蹴っていく逆サイド、折り返して胸でトラップ、中島がボールを奪います。そのまま駆け上げる渡辺新が裏へと走る。その渡辺新へ、ここは通りませんでした。一本通ればというシーンでしたけれどもね。新潟がカウンターからゴール前へと迫りました。ここは逆に京都光月、福岡、ゆっくりとボールを回します。縦にボールを入れて前を向く福岡、滑りますがここはファウルがありました。ここはシルビーニョにイエローカードを提示されそうです。前線から厳しく行きましたが、ここはイエローカードが提示されています。まあ、後ろからでしたからね、まあ、ボールにも触ってますけれども相手の足にも当たってますからね。シルビーニョは今シーズン堀米とともにキャプテンを務めています。昨シーズンは27試合そして4ゴールを挙げました。ヘディング拾ったのは新潟です。小島ボールを落ち着かせて新井、長いボールをシルビーニョへ抜けていく。シルビーニョドリブル仕掛けてシルビーニョ左足切り返してシュートが折り返した。再びこの位置シルビーニョ、渡辺新が後ろでボールを呼ぶ、仕掛けます。ここはゴールキックになります。いや、長いボール1本でチャンスになったんですけどね。
最後ラストパスのところは少し合いませんでしたね。ここで飲水タイムに入っています。試合は68分が過ぎています。こちらは中野の先制ゴールです。この反応早かったですよね。中野はプロ初ゴールとなりました。そして新潟追いついた渡辺新のゴール、うまく一人剥がしてこのパスですよね。本間翔のパスとは渡辺新のこのコントロールからシュート、まあ、落ち着いて決めましたね。1点京都が先制、そしてホーム新潟が追いつくという展開になっています。アルベルト監督が激しい口調で指示を送っています。ここから苦しい時間になってきますからね。残り20分、京都の方も特に後半ですね、守備の時間長くなってますし、体力的に苦しくなる新潟の方も連戦というところで、後半はその奪われた瞬間の切り替えが非常に早くて、ここで奪い返すことができてますけれども、それを最後まで続けることができるのかどうかっていうのも一つポイントになりますよね。新潟は19ゴールのうち後半に11得点を奪っています。ここはホームの新潟、ボールを回収します。秋山から右サイド、新井、中島、前を向こうとしますがボールを奪われます。川崎がボールを奪いました。黒木、ボールを下げます。川崎、前を向く、逆サイドに展開します。スペースが大きく空いている。切り返して左足サイドを使います。クロスを上げて逆サイドに流れますが小木原対応、小島キャッチします。京都も久しぶりに攻撃いい形見えましたか。そうですね、左右にボールを動かしながらクロスからあと一歩というシーンですよね。前半にはこういった形多く見られたんですがね。そうですね、まあ、ここまでその守備の時間が長くなったこともありますし、その奪ったボールの1本目をつけるところ、もしくはそこの前でボールをまた奪われてしまうシーンが多かったですからね。一つそこの新潟のファーストディフェンスをかいくぐることができると、今のようにね、新潟の最終ラインのところまでボールは運べると思うんですけどね。新潟がそこをやらせてない後半ですよね。この時間もボールをキープしているのは新潟です。荻原、左サイドから秋山に預けます。守備ブロックを引くのが京都、開いた位置に新井、その新井へワンタッチ、本間志音が下がった位置です。最前線に今はシルビーニョ、開いた位置に荻原です。縦に送ってワンタッチ、島田、後半からの出場です。シルビーニョ裏を狙いますが逆サイド、新井が空いています。中島がサポート、クロスを選択しました。突破は許しません。まあ、ここですよね、今のところをうまくボールを動かしながら前に運べるかどうか、新潟はそこをさせてない。京都の方はあそこでまた引っかかってしまって、なかなかボールを前に運べてないという後半ですよね。あそこ一つ超えることができると京都はもっとチャンス作れると思うんですよね。ここも奪い返したのは新潟です。島田から小島へ、マイケル・ジェームズ、
ゆっくりとボールを回します。左サイドに展開、荻原縦に出して本間紫音前を向く。荻原再び仕掛けます。このボールを拾うのも新潟です。島田、本間紫音、再び本間紫音です。シルビーニョが呼びます。逆サイドには新井、マウロを使って、左サイド、荻原仕掛けていきますが、ここでボールを奪い返すのは新潟です。裏に抜けてシルビーニョ、胸で押さえてシュート、シルビーニョ、ここはヒットしませんでした。ボールを奪い続けているのがこの新潟になっています。ここで新潟選手の交代があります。33番の高木が入ります。高木はシルビーニョとの交代です。シルビーニョに代わって高木が入ります。そして京都は八千田哲平が呼ばれました。この八千田は新潟県の帝京長岡高校出身です。昨年の全国サッカー選手権では主将として新潟県勢初のベスト4へと導きました。八千田は初出場になります。プロとしての第一歩をこの新潟の地で踏むことになります。さあここでボールを回すのは新潟です。新潟高木が入りましたけれども、右サイドでしょうかね、中島がシルビーノのいたフォワードの位置に入っていると思いますね。右サイド代わって入った高木、ゆっくりとボールを回します。左サイド荻原へ、ここも新潟がボールを回します。高木ワンタッチ、マウロ、倒れます。ここで笛がありました。新潟ボールのフリーキックになります。そして八千田哲平が入ります。新潟県出身の八千田哲平、初出場はこの新潟の地で踏むことになります。新潟のサポーターも彼の存在を知っていると思いますね、去年選手権の活躍を知っていると思いますからね、まあ、彼もこの新潟の地でデビューできるというのは非常に嬉しいことだと思いますね。昨年10月の新潟対京都戦はスタンドから観戦したこの八千田哲平、このピッチに立ちました。まあ、京都サポーターはもちろん、もう新潟のサポーターとしても注目の選手ですね。そうですね。さあここは新潟のチャンスになります。代わって入った高木がボールを入れます。低いボールを入れて倒れますがファールはありません。そして18番の野田も投入されています。野田は新加入、前節はハーフタイムからの出場になりました。野田は宮吉のところに入ったんでしょうね、最前線で。左サイドに展開します。八千田仕掛ける、八千田右足シュート、振り抜いていった。まずは一つチャンスを作りました。そうですね、高橋ボール受けて思い切って仕掛けましたよね。勝手にガードを思い切って
シュートを狙っていきましたけれども、新潟新井ですかね、いい対応ですね。新潟県出身の18歳八田哲平です。ここは京都のチャンスになります。野田は身長185センチの高さがあります。ヘディング合わせてファーサイドに流れます。シュートを打っていきます。まあ、野田の高さが加わったこと、新潟にとっては脅威になりますね。そうですね、京都後半苦しい時間続いてますけれども、今のセットプレー、高さが加わったことによってチャンスになりますよね。ここはマウロが少し足を引きずっています。ボールをキープするのが新潟。そのマウロへ中島、ワンタッチ、本間紫音ターンをして左サイド、島田、荻原です。仕掛ける荻原、縦に突破を試みます。しかしここはボールを奪われました。これが後ろの選手も押し上げていけるとチャンスになるんですけどね、少し体力的に苦しいですかね。大月が仕掛けますが、ここは再び新潟がボールを持ちます。マウロ、ここはゆっくりとボールを回します。新潟、ボールをキープするのは新潟です。縦に出して高木へというところ、長いボール、この位置だと新潟がボールを回収します。代わって入った島田、右サイドマウロ、ポジションを移した新井です。秋山ワンタッチ、京都は守備ブロックを引くが厳しくいきました。ファールありません。八田が仕掛ける、ファールがありました。京都ボールのフリーキックになります。あ、監督の声が今聞こえましたが、八千を使え、八千を使えというような声がありました。そうですね、仕掛けて前へ空いているシュート、弾いてここフリーになっている、右足振り抜いて、ここはヒットしませんでした。いや、ここもよく止めましたね。最後はこぼれ球、光月が合わせていきましたが合いませんでした。まあ、ここうまくワンツーで突破して、まあ、1点目と同じようなシーンでしたけれどもね。代わって入った野田です。マウロ右サイドスルーをして中島、これはそのままタッチライン終わります。マイケル・ジェームズ、左サイド本間はやや低い位置、まあ、後半かなり自由に動いてボールを触る機会増えましたよね。ここでスタッツが出ていますが、新潟が 62% という数字、ボール支配率です。この支配率見ていかがでしょうか。前半よりもやはり高い位置で自分たちがやりたいポジションでボールを動かせているシーンは多くなりましたよね。そしてシュート数は京都が7本放っているんですね。そうですね、ボール保持している時間短いですけれども、チャンスの時にはシュートまでいけてるというシーンは多いですね。ここは逆に新潟新井、右サイド右足入れて低いボールスルーして
中島ニアサイドスルーをしました。面白いアイデアでしたけどね、ちょっと後ろの渡辺新たでしょうかね、反応できてませんでしたね。ロングスローがあります。ボールを入れるのは新井。東京ヴェルディ戦ではこの新井のロングスローからゴールが生まれています。長い助走を取ってマウロを反らして、ここ合いませんでした。後半83分が過ぎています。ここは近くを使っていく。荻原左足狙っていったシュート、こぼれ球本間志音が狙っていきました。まあ、こう荻原ねフリーになって自信ありますからね、思い切って打ちましたけど、本間志音も少し難しいシュートになりましたからね、枠に飛ばすのは難しかったですね。いや、なんかもっと入らせてじゃあ。ここで京都選手の交代があります。10番の庄司が入ります。川崎との交代でこの庄司が入ります。庄司はここまで全試合に先発出場しています。この試合はベンチスタートとなりました。弾いたところ、中島が倒れます。代わって入った庄司、京都はゴールキーパーを使ってボールを回す、長いボールを蹴りますが、この位置には新潟の選手がいます。マイケル・ジェームズを抑えて荻原裏へ蹴っていきます。セカンドボール拾ったのは京都になります。八千田前を向こうというところでした。まあ、少女を入れたということで、今のように奪ったボールを彼からいいところに配球したい、そこで引っかかっているシーンこの後半多いですからね、そこを期待しての起用だと思いますね。マウロ、新井です。厳しくプレスに行きますがマイボールにしました。新潟ボールのフリーキックです。試合は86分に差し掛かろうとしています。試合は1対1です。新潟はこの後半に得点を多く奪っています。76分以降には6得点を奪っています。両チーム勝ち点差は1となっています。ここはファーサイドにボールを蹴っていく、旗が上がっていました。両チームの勝ち点差は1、勝敗がつけば順位は大きく変動します。実吉監督はこの試合前節から9人の選手を入れ替えました。その京都が仕掛ける、光月ボールを下げて中央を使います。代わって入った庄司がワンタッチ、本間志音守備でも光ります。小島までボールを下げて空いたところを使います。荻原、ファールがありますがここはプレーを流す。渡辺新、力強い。渡辺新仕掛ける、右サイドへ新井が空いています。新井は逆サイドファーサイドへ、中島ヘディングを折り返して左足、高木、いい展開でしたけどね。サイドを振っていい攻撃を見せていきました。このシーンです。この中島の落としをちょっと難しい体勢だったんですけどね、コントロールして
と下がりながら後ろ向きですけれども、あと一歩というシーンでしたね。新潟チャンスが続きます。高木がボールを入れる。ヘディングを押し返していったのは京都。再びコーナーキックになります。ファーサイドヘディング、ポストに当たった。本間紫音、右サイド高木、クロスを入れてきます。ポストに直撃しました。そうですね、まあ、フリーでしたしね、コースを狙ってうまく合わせましたけどね。この惜しいシーンです。ファーサイド狙ってボール、もう1個分内が入ってればというシーンですけどね。京都は選手の交代準備をしています。この後選手の交代を行うようです。新井がロングスロー、ここは弾いていく。ここで選手の交代があります。ピーター・ウタカが入ります。そして17番のジュニーニョも2枚替えとなります。ジュニーニョも投入されます。ピーター・ウタカは得点ランクトップです。ここまで10ゴールを挙げています。ウタカは中野との交代、そしてジュニーニョが高月との交代です。そして新潟も選手の交代、ペドロマンジーが投入されました。10番の本間紫音との交代です。高いボール弾いていきます。試合は90分を過ぎました。残された時間は4分です。代わって入ったペドロマンジー、ヘディングで落として中島。中島ボール失わない。逆サイドには荻原、その荻原へ。荻原仕掛ける、切り返して右足振り抜いていきます。ピーター・ウタカプレスをかける。しかしマウロが対応します。マウロいい対応ですね。京都の方はボール持たれてますけれども、ピーター・ウタカを前線に残して、もう彼の個の力で得点を奪うという狙いですよね。ここは渡辺新太抜けて浮かせて、ここはうまく合いませんでした。頭上狙ったでしょうか。そうですね。さあここはピーター・ウタカ、ボール拾った京都、代わって入ったジュニーニョ、長いボールを蹴っていきます。ここも代わって入った野田、収めます。ピーター・ウタカ、ウタカ突破、ウタカ倒れますが笛はありません。そして渡辺新が体を張り続ける。新潟ボールのフリーキックになります。このウタカはやはり脅威になりますね。そうですね、まあ、やはり彼がボールを受けて前向くとミドルシュートもありますからね。新潟は最後まで集中が必要ですね。まあ、京都は時間少ないですけど、どれだけ彼にボールを集められるかポイントになりますよね。ここは中島突破して、代わって入ったペドロマンジーへ。ペドロマンジープレスをかけます。新潟は高い位置からプレスをかけていく、そこをかいくぐろうというのがこの京都です。新潟はやり直しです。小島から、ここは長いボールを選択しますが、庄司がカット、前を向く。福岡、再び庄司、ジュニーニョ、ボールをキーパーまで下げます。長いボールを蹴っていくピーター・ウタカへ。
しかしここは丸が弾き返す。中島前を向きます。ペドロマンジーが前、そのペドロマンジーへワンタッチ、洗い切り返して秋山、逆サイドを荻原に展開します。ワンツーで抜けていく荻原、クロスを上げてヘディング、渡辺新太、裏に合いませんでした。ピーター宇高、マウロが対応します。ノーファールで奪った島田、パスを入れて渡辺新太、ワンタッチ、島田、ワンツーで島田シュート、ここはブロックされます。ワンツーから、ね、こぼれてきたボール、自分の前にこぼれたんですけどね、最後対応したのは誰でしょうね。新潟が押し込んでいます。ただ京都も勝ち越しを許さない。フリーキック入れてヘディング、ペドロマンジー、ペドロマンジ合わせていきました。さあ逆にここは京都、大きなスペースが空いている野田、チャンスですよこれは。新潟人数が少ない、逆サイド、ここも空いています。縦に出してここは合いませんでした。最後は八千田が走っていきました。ここで試合終了。倒れ込んだのは両チームです。1対1の引き分けに終わりました。共に攻撃スタイルを掲げる両チームは1対1のドローです。新潟はこれで2試合勝利なし、京都は3試合勝利から遠のいています。本間さん、今選手がピッチに倒れていますが、はい、この試合印象いかがでしょうか。まあ、両チームともね、やはり勝ち点差を目指して最後まで戦った、ホイッスルが鳴った瞬間ね、両チームの選手が倒れてましたけれども、やはりそれだけこの苦しい中勝ち点差を目指して戦ったという試合だったと思いますね。その中で前半は京都のやりたいことが、たくさん出た試合だったと思いますし、後半は新潟がボールを保持して、テンポよくつないでいく、その中でゴールを奪った、まあ、前半と後半でその、両チームのやりたいサッカーが出た試合だったのかなと思いますね。両チームともやや疲れた表情をしていますが、勝ち点3をともに狙いにいったゲームでした。まあ、後半の終盤は新潟がボールを支配し続けましたが、京都も9人の選手を入れ替えながらも、まあ、よく戦ったなというような印象もありますね。そうですね、まあ、初出場の選手もいましたし、まあ、ここまで、ね、そのプレータイムが長くない選手も出てたと思いますけれども、その中でやはりこうチームとしてやるべきことをこの90分間を通してしっかりやってくれたんじゃないかなと思いますね。そしてホームの新潟ですが、前節と支配率も高くできず、まあ、目指してきたパスサッカー、この試合ではどうでしたか。まあ、パスをしっかりとつなぐということもできてましたし、あとはその守備の部分、特に後半ですね、奪われた瞬間での切り替えは非常に早くなったと思いますし、それを後半の最後苦しい時間あったと思いますけれども、そこまでしっかりと続けた、それによって自分たちのリズムで後半は長い時間戦えたのかなと思いますね。ボールを支配し、渡辺新のゴールで追いつきましたが、勝ち越しゴールは奪うことはできませんでした。そして京都も、まあ、初出場の選手もいましたが、そう、新たなメンバー、まあ、活躍しましたね。そうですね、やはり監督の求めていることをピッチの上で表現してくれたと思いますし、まあ、こうやって、ね、チーム全体で戦っていく、連戦続きますからね、それは非常に重要なことですし、監督としてもどの選手を使っていくかというね、まあ、新たな嬉しい悩みといいますかね、競争も生まれていると思いますからね、まあ、チームとしていい方向に向かっていくと思いますけれども、今八千田、鉄平、そして本間紫音、そしてゴールキーパーの藤田と、この新潟の地で育った選手が話をしています。ではインタビューです。今季チーム最多5ゴール目を挙げて追いつきました、新潟の渡辺新選手です。まずは本間紫音選手からのループパス、いいところに入ってきました。得点シーンを振り返ってください。そうですね、まあ、試合前に相手が5バックということは分かっていたので、
ゴロの下のパスというのは通りにくいということを想定していて、パスコースがなかったら上にループでという話をしていたので、その通りになってよかったです。その京都の5バックかなり効いていたように見えました。攻撃として振り返ってください。前半なかなか自分たちのペースでうまくできなかったんですけど、しっかり後半立て直していいゲームができたんですけど、もう1点、僕自身チャンスたくさんあった中で1点しか決めれなかったっていうのは攻撃陣の責任だし、僕の責任だと思います。では最後に次節への意気込みをお願いします。今日のような後半のようなゲーム、自信を持ってやっていけばチャンスは何回も来てゴールにつながると思うので、引き分けですけどポジティブにまだリーグ戦続くので頑張りたいです。ありがとうございました。ありがとうございます。渡辺新のインタビューでした。本間師匠からのループパスはこう狙いがあったんですね。そうですね、そのしっかりと話をした通りに、本間師匠もいいパス出せましたし、それをしっかりと決め切った渡辺新もさすがだなと思いますね。ただ本人も言ってたようにね、他にもチャンスありましたから、ヘディングとあとはシュートを少しループ気味に狙ったと思いますけれども、やはりそこを決めきれなかったという悔しさはやはり彼の中には残ってますよね。この引き分けに関してはややポジティブなというような表現もありましたが、試合の内容、前節の敗戦に比べるとかなり良くなった印象ありますね。そうですね、チーム全体でやるべきことはできていたと思いますし、それを逆にこう前半できなかった、それをしっかりと後半修正できたことによって、やはり次の試合に向けていいイメージを持って臨めるのではないかなと思いますね。今選手がスタジアムに挨拶をしています。渡辺新のゴールで新潟は追いつきました。勝ち点1を手にしています。この試合にも新潟のサポーターがこの電化ビッグスワンに駆けつけ、声援そして拍手を送りました。渡辺新はこれで今シーズン5ゴール目となりました。チーム唯一全試合に出場しています。そして渡辺新は昨シーズンはチーム最多の9アシストも記録しています。この味方を生かすという動きも渡辺新できていますよね。そうですね、生かす動きもそうですし、やはり、ただね、その彼に求められていることはゴールだと思いますから、今日の試合1点で満足はしてないですよね、彼は。では監督のインタビューです。ホームで引き分けました、アルビレックス新潟のアルベルト監督です。先制されながらも追いついたゲームでした。まずは90分を振り返ってください。Resumen del partido, por favor. Bueno, primera parte igualada, sin ningún. Ellos han aprovechado un error nuestro en la falta para hacer el contraataque. 前半に関しては、互角の戦いだったと思います。決して彼らに、相手に、多くのチャンスを作らせたわけではないですけれども、少ないチャンスを彼らはものにして得点を決めました。Y después en la segunda parte, pues evidentemente a veces hay que tener suerte, ¿no? No puedes chutar 25 veces y hacer solo un gol. 後半に関しては、あれだけ多くのチャンスを作りながら得点を決められなかったことをとても残念に思います。幸運にも恵まれなく、点を決めるにはもしかしたら25回ほど決定的なチャンスを作らなければいけないほど運には恵まれていなかったかもしれません。Pero bueno, lo problemático sería que no hiciéramos ocasiones. Y ocasiones hemos hecho muchas, pero tenemos que hacer gol. ポジティブな面としては、多くの決定的チャンスを作ったことです。ただ、それを決めなければ、やはり勝ち点は、多くの勝ち点は勝ち取ることはできません。相手チームの守備の5バックについてはどう評価されていますか？El equipo rival ha formado línea de 5 atrás. ¿Cómo has visto el equipo? Bueno, es a la segunda parte ha renunciado totalmente, se han cerrado en bloque. 後半、相手は守備に守備を固めてきました。No era fácil entrar, pero hemos conseguido el gol y hemos tenido, ya digo, entre 5 y 10 oportunidades claras, aún con todo un equipo cerrado que jugaban 10 cerrados. 相手は守備を固め、ブロックを下げ、固めて、守備してきました。このような状況でチャンスを作ることはとても難しいですけれども、
我々は後半だけで5回6回と決定的なチャンスを作れたことはポジティブなポイントだと思います。ホームで勝ち点1をもぎ取りましたアルベルト監督でした。ありがとうございます。ありがとうございます。アルベルト監督のインタビューでした。相手の守備5バックということで、まあ、5バック相手にも決定機は作ることができたというような話はありましたね。そうですね、ボールしっかりと動かしながら、相手の空いているスペース、得点のシーンはその背後のスペース、それ以外にもサイドのスペースを空いた瞬間にしっかりと見逃さずに深い位置まで進入してクロスというシーンもありましたし、まあ、決定機も多く作れましたからね。まあ、監督もおっしゃってたようにやはり最後の決定力、決めるところを決めなければというところですよね。特に J2 リーグというのはこう引いてくる相手もかなり特徴を出してくる相手も多い中でこう決めきるというところは一つ新潟課題となりそうですか。そうですね、まあ、そのチャンスの数を増やしていくこともそうですし、やはりそのチャンスをしっかりと決めきること、まあ、その両方が必要になってくると思いますね。多くのチャンス、特に後半多くのチャンスを作った新潟、1点追いつきましたが勝ち切ることはできませんでした。このホームで勝ち点1にとどまっています。本間紫音の姿が映りました。本間紫音はループパスで出場停止明けのこの試合、ループパスで渡辺新太へのアシストがありました。この2人のホットラインもかなり機能していたこの戦いです。渡辺新太は8節の東京ヴェルディ戦以来のゴールへとなりました。では監督のインタビューです。アウェーで勝ち点1を分け合いました京都の実吉監督です。まず中2日で迎えたアウェー戦でしたが90分振り返っていかがですか。はい、まあ、新しいメンバーが入って本当日頃の、まあ、トレーニングアグレッシブにやってるものをしっかり出してくれてすごくいいゲームだったと思います。今回初出場となった3人の選手、川崎選手、ウェービス選手、八千田選手の起用の狙いとその評価をお願いします。と、まあ、川崎なんかの特徴 の、 そのボールダッシュもそうですし、まあ、ウェービスの体重の強さもそうですし、もう谷地の攻撃のところ本当一歩のシュートあれ悔しがってましたけど、はい、まあ、それぞれの特徴が出て、はい、よかったと思います。次節は23日松本戦となりますがどう調整していきますか。まあ、今日出たメンバーの回復プラスチーム全体にすごく俺でもできるんだっていう競争が芯がすごく芽生えたと思うので本当チーム力が、まあ、アップしたゲームだったと思いますし、まあ、そのアップしたものをしっかり次に出せるようにしたいです。ありがとうございました。ありがとうございました。前節から9人を入れ替えたこの京都、監督の言葉からはポジティブな言葉がありました。チーム力が上がったと、この連戦を戦っていく上で重要になるかと、そういったインタビューでした。それでは今日の試合のハイライトです。まずは前半2分新潟のフリーキックのチャンスです。まあ、あと一歩ですね。まあ、新潟3人キッカーいましたからね、面白いシーンでしたけれども少し落ちきらずというシーンでしたね。ここは前半34分新潟のチャンスです。いい形で前からプレスをかけて横パス、まあ、少しパススピードもありましたからねちょっとコントロールするのは難しかったと思いますけれども少し長くなってしまいましたよね。ここそして京都の先制ゴールです。まあ、ここは川崎の良さですよね。ボールを奪いに行く力、この中側のいいミドルシュートですよね。この中野 の反応の速さですね。嬉しい初ゴールですね。中野はプロ初ゴールとなりました。そして後半
コーナーキックのチャンスです。うまく合わせたんですけどね。そして新潟の同点ゴール、こう個人でうまく剥がして、まあ、試合前から話をしていたというね、やはり足元のボールは難しいですからね。出場を超えた素晴らしいパス、あとはこれ宇宙から来ているので、ね、少し難しいと思うんですけれども、しっかりとシュートの打てるところにコントロールした渡辺新の技術の高さも出ましたね。試合後のインタビューでこれが狙い通りだったという話がありました。そして京都のチャンスです。この2人の関係性からうまく前向けてスペースもありましたからね。もう少しファーサイドにというイメージでシュート打ったと思うんですけれどもね、少しゴールキーパー正面に行ってしまいましたね。そして88分です。サイドを揺さぶった攻撃でした。中島よく折り返したんですけどね、最後下がりながらボールコントロールして難しい体勢でしたけれどもね、あと一歩というシーンでしたね。新潟コーナーキックのチャンス、合わせたのはペドロマンジーでした。少し下がりながらでしたからね、ちょっと力が足りなかったようなシーンになってしまいましたね。それでは試合を終えた両チームのスタッツです。シュートは新潟13本、京都は8本となっています。このスタッツ見てどんな印象をお持ちでしょうか。まあ、後半のところですね、新潟はしっかりと自分たちの攻撃の形を出しながらシュートまでつなげた、枠内にも多く飛んでますし、チャンスは作れてたんではないかなと思いますけれども、1点を返すにとどまったような試合になりましたね。新潟が後半かなり押し込みましたが、勝ち点3を手にすることはできませんでした。ボール支配率も新潟が 62% という数字が出ています。ボールも支配し続けはしましたね。そうですね、京都の守備ブロックも少し下がったので、最終ラインがより高い位置で前半よりもボールを動かすことができましたね。それによって左右にボールを動かすシーンも多くなりましたし、より相手ゴールに近くプレーする時間は長くなりましたね。そしてそのプレイエリアです。そのボール支配率ですが、エリアで見ますと中央が 50% という数字が出ています。そうですね、やはり前半はやはり自陣でのプレーパーセンテージは高かったと思うんですけれども、後半より高い位置でボール新潟の方は動かせるようになりましたから、高くなってますね。京都もその中でボールを奪って何本かそのカウンターで、あと一歩というシーンは作れましたけれども、そこを決め切ることはできませんでしたね。ではアタッキングサイド新潟、左サイド 45%、 右サイド 35% という数字が出ています。荻原が左に入って高い位置まで進入、あとはそこを本間志音もサイドでボールを受けるシーンもありましたし、左サイドはうまく使うことはできてましたね、新潟の方は。では一方で京都のアタッキングサイドです。京都は右サイド 45% という数字が出ています。そうですね、前半から右サイドを起点に、攻撃するシーンは多かったですし、そこでもう一つ、ね、深い位置まで入っていくことができると、もう少し大きなチャンスができるかなというイメージはあったんですけど、なかなかそこまで進入することはできませんでしたね。ではスタッツランキングです。パス数マイケル・ジェームス129本という数字が出ています。そうですね、かなり高い位置でボールを左右に散らすことできてましたし、やはりこのマウロ、マイケル・ジェームスが後半高い位置でボールを動かせた、それによって秋山もより高い位置に出ることができましたし、京都の守備ラインは下げられましたよね。その中で本間翔が自由に動いてボールを受けるシーンも多かったと思いますし、サイド、新井なんかも高い位置で1対1を仕掛けるシーンも後半増えたと思いますね。そして今日の注目選手、新潟は秋山、そして京都は川崎です。
このプレイエリアヒートマップを見てどんな印象をお持ちでしょうか。まあ、木山の良さはこの試合出してくれたんじゃないかなと思いますね。パスの成功率も高いですし、敵陣での、ね、パス成功率も高いですから、やはりこう彼が多くボールに触れて新潟の方はリズム出てたんではないかなと思いますね。川崎の方も彼の良さ、ボールを奪うというところはこの試合 何度も出してくれましたし、1点目も彼のボールを奪うところから得点につながってますからね。後半も彼が奪ったところからカウンターでチャンスを作れてましたから、2人とも、まあ、その自身の良さは出してくれた試合になったんじゃないかなと思いますね。両選手ともパスの成功率が 90% 以上という数字を出しています。では他会場の J2 13節の結果と経過です。群馬は山口に勝利しています。そして町田と岩田が0対0のスコアレスドローに終わっています。ギラバンツ北九州が勝利しています。1対4で大宮相手に勝利しています。長崎は千葉相手に2対0と勝利を飾っています。そして今日の13節を踏まえた暫定の順位表です。両チームとも勝ち点1にとどまりました。京都は6位の勝ち点20となっています。そして新潟は勝ち点19で9位と順位を落とすという形になっています。その他の順位です。愛媛が勝ち点9、そして群馬が勝ち点9となっています。そして次節の対戦カードです。22日には3枚の対戦カードがあります。そして新潟は琉球とホームで戦います。京都は松本山雅とホームで対戦します。この攻撃的サッカーを掲げる両チームは勝ち点1を分け合うという形になりました。真夏の連戦はまだ始まったばかりです。暑い夏を突き進みます。ここまでの解説は本間勲さんでした。本間さん、ここまでどうもありがとうございました。ありがとうございました。新潟と京都1対1の引き分けに終わっています。